したのこの子。どうしたのじゃないよ。あんたが来いって言ったんだろ。え、私が？うちへ来てご飯食べろって。え？いつでも大沢家政婦会へ来い言うたせやないの。ああ。僕待ちなさい。待ちなさい。ちょっと来なさい。ちょっと来なさい。あ、あ、そんなことして泥棒だよ。したの何をしたのほら、うん、離れて。常習犯で話題になってる子だったんだよ。どこの子なの？ホームレスだった父親が亡くなって朝日園に収容されたんだって、はあ、東町の。そう、身寄りのない子の養護施設、うん、ほら、え、なんて言ったっけ名前。大神ちゃんです。元気な。僕年いくつ？お前いくつだ？30。なんで私が年言わなきゃいけないのよ。一筋縄じゃいかない子だね。時々脱走して施設でも手を焼いてるらしい。だそんなことをしてうち来てご飯食べろなんて言ったのよ。まあ行きがかりじゃ、ついお腹空いて人のもの取るならうち来て何でも食べなって言ったの。本当に来ると思わなかったよ。うん、しょうがない。私が後で交番連れてるから。あっこさん、朝ごはん。本当だ、出勤時間だ。遅れちゃうよ。おかず半分取っといてよ。どう？今度の勤め先は。楽じゃないやろ、政治家さんのうちって。人気絶頂の婦人代議士だもんね、うん、衆議院議員五十嵐富士子。総理大臣にしたい政治家の人気投票で5つの指に入る人。第1民間企業女性3割。これを会長さんに連れてってもらいな、うん、お腹空いたらいつでも食べに来ていいんだよ、うん、秋子さん、またそんな甘いこと。癖になりやな、うん、でもこの子嬉しそう、うん、さあさあ早く行かないと遅れるから。はい、皆さん今日も元気で頑張って。さて、私はこの子を交番に。あれ、どこ行ったんだろう。厚生労働委員会で女性進出促進法案審議。午後1時、文化省養子里子制度改革研究会。あなた、五十嵐企業グループの女性役員を増やす件進んでますか？ああ、それはね、グループ内には慎重な意見が多くてね。世の中進んでるのよ。親会社の社長のあなたの鶴の一声で。僕は鶴にはなれないよ。五十嵐グループのオーナーは山梨のお父さんだ。パパは私がお国入りした時説得するわ。でもおじい様は脳梗塞で。物事の判断はできるわよ。言語障害で意思表示が不自由なだけ。はい、はい、宅配便です。ただいま。
泉です。どうも。こちらさんへお願いします。はい、はい、どうもありがとうございました。あら、いい絵じゃん。ねえ、どうしてここが分かったの？教えてやんない。ここ私の職場だよ、早く出てって。一人じゃ帰れない。だって来た道だから分かるでしょ。分かってない。分かってるでしょ。あ、待って待って待って、私の仕事場だから帰ってちょうだい。クビになったらどうするの。お願い帰ってよ、ね、帰るんだよ。どうしたの。あ、この子石崎さんの。いや違います、朝日園っていう児童養護施設の。養護施設。ああ、よかった。交番には一応届けといたけど、人騒がせな子だね、まったく。どうもすみませんでした。朝日園に電話して迎えに来ていただきます。ダメダメ、汚い手で触っちゃダメ。落としたらどうするの。ダメよ。何してるの。あわわじゃないでしょ、触っちゃダメですよ。珍しいのね。いいから触らせときなさい。すいません、すぐ朝日園の電話番号調べて。養護施設の電話番号なら全部わかってるよ。ママはその方面の委員をいくつもやってるから。うちから連絡する方が良さそうね。あの子なんだか楽しそうだから。すいません、うちが責任持って預かると言っときなさい。はい。あ、何を、どうするの、こんなことして。どうしてこんなことするの。え、ダメじゃないの、ここ踏んだら。本当に申し訳ありません。いいからいいから、うちには小さな子がいないから活気が出ていいわ。事務所にマスコミ集めてあるんだろ。ええ。石崎さん。はい。事務所まだでしょ。はい、伺ってます。私の講演会と制作研究会があるの、紹介しとくわ。俺も行く。いいわよ、一緒に来なさい。どうぞ。はい、おはようございます。こちらでお待ちください。すぐ戻られると思います。皆さん、新しい家政婦さんです。石崎明子って言います。どうぞよろしくお願いいたします。子連れの家政婦さんですか。おいらたけし。石崎たけし君ね。うん、違うでしょ、あんたは。え、どういう関係。あの、実はその、とにかく私が子連れで働くことを許しました。マスコミの皆さん集まってらっしゃる。はい、会員室に。やめてよ、私の子供のふりするの。なってやるよ。頼んでないわよ。本日は私、五十嵐藤子が同志の広沢克美、竹内哲也亮先生と厚生労働委員会に提出中の女性進出促進法案についてご説明いたします。ご承知の通り、平成11年に男女共同参画社会基本法が成立しました。その後、あらゆる組織で指導的地位の女性の割合を30% 程度に引き上げるという数値目標も盛り込まれました。しかしですね、世界はもっと進んでます。現にノルウェーでは会社法を改正して民間企業の取締役会の女性比率を3年以内に 40% に増やすという大胆な政策を打ち出してます。日本でいきなり 40% は無理ですが、30% を目標とするという提案は実現不可能ではありません。時期尚早という意見が政財界に多いようですがね。政財界の石頭の意見と言ってください。社会の進歩の足を引っ張ってるのはその人たちですよ。五十嵐藤子代議士の人気取りという意見もあります。大いに結構。五十嵐藤子はその人気の上に立って思い切った改革を提案し実行してるんですから。これだね、五十嵐藤子の人気の秘密は。
私の政治活動の重要な分野です。この子もその政治活動と関係が？政治家は生活の全部が政治活動ですよ。だから家政婦さんに子連れで働くことを認めてるんです。家政婦さんとこの子はどういう？他人です。しかしこの子はこうして職場にまでついてくるほど家政婦さんを慕ってる。これは今私が文化省の研究会で審議してる養子里子制度改革の貴重なデータになると思います。家政婦さんとその子のツーショット撮ってもいいですか？どうぞどうぞ。さあ二人並んで。私はいいです。あ、ね、こっちお願いします。はい、はい、さあたけし君、石崎さんと手をつなぎなさい。うん、たけし帰ろ。あ、そうそう、たけし、もういいよ。こっちこっち、家政婦さん、こっち、やめてください。なんで私こんなの？あの二人できてるの？そんな役員はクビにしなさい。世の中の半分は女性なのよ。意思決定の場に女性がいるのは当然じゃないの。役員会だって女性がいる方が活発になるでしょ。その通り。まあね、五十嵐グループの女性従業員の数は全体の3割もいないんだよ。管理職の数となるとわずか 5%。 実はね、山梨のお父さんからも待ったがかかったんだ。パパから？五十嵐グループとしては今そういう規約改正はできないと。脳梗塞のボケが進んだのね、パパは。明日山梨行きの手配をしなさい。はい。法案を通すのも大変なんだね、政治家さんは。何してるの？びっくりした。何もしてないよ。ダメダメ、ここでじっとして座って座ってな。おしっこ。一人で行けるでしょ。痛くなくなった。え？そうだ、たけし君も連れてこう。はい。明日私たちと一緒に山梨へ行って。いや、あの子は施設に戻さないと。戻さなくてもいいの。これを読んどいて。養子や里子との相性を見るために一に子供を預かる制度があってね。これに詳しく書いてあるから。養子や里子なんて私そんなつもりはありません。施設にそう言ってこの子を預かったのよ、私が保証に。たけし君は今日一日ですっかり人気者になったね。ここ自分の家と思っていいのよ。うん。よっしゃ、ありがとうございます。
も施設へ戻さないの？明日山梨連れて行く。女王様のご命令。たけしちゃんはすっかり藤子さんに気に入られたわけだ。調子いいんだよあの子がまた。藤子さんってさ子供が好きなのかな。児童問題に取り組んだ派の好きやからでしょ、はあ、事務所のテーブルの上でへそ踊りしたり立派なあなた鎧倒したって笑って許してくれる。子供が好きじゃなきゃそんなことできないだろうけど、でもそれだけかな。またまたその勘繰り。だってさできすぎじゃないの。今日会ったばかりのこの子をさ私の養子か里子にしろなんて言うのよ。確かにせっかちだよね。なんか思惑でもあんのか。藤子先生は私とたけしの手を握らせて記者たちにそれを写真撮らせる。写真ほら見てよ。たけしは血のつながってない。家政婦をこんなに慕ってますとばっかりに。あらあんたいい役じゃないか。本当の親子みたい。あんたね養子里子制度の改革を進めている藤子先生にとってこれがいい宣伝になるの。愛子さんとたけしは利用されたわけだ。いいじゃないか。いいことに利用されんなら。政治家さんはこれぐらい目端が利かない。務まらんのでちゃう。その点藤子先生の才能はすごいよ。目の前で起こっていることをバッと掴んでしまってそして政治活動に結びつけてしまう。これは使えるなと思ったら早速施設に手を回して子供預かってしまうんだからね。はあ、大した政治力。やっぱり一流の大物なんだよ五十嵐藤子先生は。270円です。ミックスサンド185円。なんでよこんなに。455円。ダメちょっとじっとしてて。こんなにパジャマ買ってあげたのなんでお菓子3つも買うんだ。いいじゃない。いいじゃないよ。1つでいいじゃないの。これだけで1週間暮らせるか。知らない。あんたこのパジャマいくらしたと思ってるの。何も知らない。たけしおいで。このパジャマいくらしたと思ってるの。何知らないのよ。私と出よう。パパとは寝ない。まあ、どこでもこうなのよ。いいかいたけし、私はね大沢家政婦会の会長としてあきこさんが明日も元気で働けるように十分睡眠取らせなきゃいけないの。え、さあおいで。あ、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 噛んだでしょ。そうよ、どこでもこうなのよ。悪い子だね。おいらあきこと寝る。私とじゃなきゃダメだよ。あきこと寝るなんて言われたあんた嬉しそうね。おやすみ会長さん。おやすみ。おねしょされないように気ぃつけんだ。あきこさん一緒にいな。あきこさんだって驚いちゃう。先生のお父様のいらっしゃるところわかる。山梨の名門でしょ。甲州財閥よ。五十嵐グループは交通運輸建設不動産から農林畜産スーパーマーケットの分野でも地元の産業を抑えている。藤子先生のお父様はそのオーナーで全企業の代表取締役会長。すごい。藤子先生はその一人娘で旦那様はお婿さんでしょ。そう。たけし、いいとこだね。ぶどう後で買ってやるよ。ね。これが社長会の議事録だ。女性役員 30% の実現は現状では不可能という意見が採択された。社長会の意見に決定権はないでしょ。
だがオーナーの会長が承認のサインをしてるんだ。これが問題よ。半身不随で家を出られないパパがどうしてこれにサインしたのか。ごく普通の庶民の出身で、藤子先生の大衆祭はそっちの血筋みたいよ。あ、そう。小寺さん、お帰りなさい。ずいぶん急なお国入りだこと。緊急事態発生。政変でも起きたの？足元に怪しい動きが。怖いこと。奥様代わりにお世話をしていらっしゃる藤子先生とあまり仲が良くないみたい。微妙なところね。私の口から何も申せません。五十嵐グループの社長課に連絡は？しました。代表幹事の吉村社長が見えています。すぐ呼びなさい。はい。吉村社長はよくうちに出入りを？時々ね。重病のパパに余計な負担をかけないでよ。でも兄さんは企業の話を聞きたがってるわ。それを抑えるのがおば様の役目でしょ。私にご不満ならあなたがここにいてパパの面倒を見ることね。いやーいやー、冬が相変わらず元気そうだね。元気ですよ。目も耳も口もそれがあんたの強みだな。目ざとく耳ざとく口はっちょうであっちょう。その目ざといところでお聞きしますけど、これにサインさせたのは G の仕業でしょ？ああ、わしだ。社長会の意見を報告して承認してもらった。私の講演会の顧問をしてくださってる G がどうして私の足を引っ張るようなことを。女性役員3割案を強行するとね、五十嵐グループの会社は大変な混乱に陥るんだよ。それはね、藤子さん、あんたのためにもならん。見解の相違です。私からパパに話すわ。あ、今眠ってるわ。私はスケジュールが詰まってんの。講演会の人たちが集まってるから要件だけ言います。このサインを撤回してください。無理に言わなくてもいいわ。イエスね。ノーって言ってるわ。イエスですよ。ノーです。
信之さんも藤彦さんもそう思うでしょ。わしもノーだと思う。兄さん、イエスならうなずいて、ノーなら首を振って。分かってよパパ、何度も言ったようにこれに私の政治生命がかかってるの。女性役員を3割に増やすという案には政財界に反対の意見も多い。でも女性層は絶対の支持を寄せてくれてる。全国に先駆けて五十嵐企業グループがそういう決定をすれば、うちの評判だって高まるのよ。うちのグループにはね、化粧品会社とかアパレル産業とかそういう女性向きの企業はないんだよ。G には聞いてません。今夜東京にトンボ帰りする前にもう一度来ます。それまでにこれを訂正しておいてね。石崎さん。はい。あら、たけし君。何？露天風呂好き？大好き。ああ、じゃあ一緒に行こう。素晴らしい露天風呂あるよ。露天風呂、露天風呂。あきとも入れ。いや、私は仕事に来てるのよ。いいわよ、せっかく来たんだから一緒に入んなさい。どうしようもないわ。その場でぴったり使い分ける。これは宴会用演説よ。ねえ、この宴会の費用どこから？会費1人500円。500円？500円でこんなことできるの？実態はご招待よ。違反にならないの？今は選挙期間じゃないから。そんなことまでするの？どうぞよろしくお願いいたします。いつもお世話になっております。たけし君。え？露天風呂どうだった？最高。いっぱい遊んだ？うん。もっと遊びたい？うん。じゃあ、あれやるか。やる。たけし。
な坊やはどこの子だと思いますか？実は児童養護施設の親のない子なんです。空始まった。その子がどうしてここにいるかというと、東京の私の家で働いてる家政婦さんを慕って離れないから。盛りすぎだよ、うん、家政婦さんは今たけし君を養子にしようと考えてる。そうよね、石崎さん。え、はい、とんでもない。しかし問題はその先です。ここにも男たちの作った制度の壁がある。未成年のみなし子を養子や里子にすることはそう簡単には許されない。親になる人の資格が厳しく審査されるんです。資格って何ですか？家政婦さんじゃいけないの？例えば年齢が25歳以上で65歳未満とか、独身の場合は子供の養育経験または保育士、看護師などの資格が必要とか。じゃあ私はダメだ。そんなのおかしい。ねえ、おかしいでしょ。だから私は今文化省の審議会で養子里子制度の改革を訴えてます。子供は本来家庭の中の愛情に包まれて育つもんです。しかし歪んだ社会は家庭の愛情に恵まれない多くの子供たちを生み出してる。その歪みを皆さんの力で正していきましょう。人気だな。いつものことよ。急なお国入りの理由は？お父様の説得。五十嵐企業グループに何かあったのか？社長会が女性役員の 30% に反対してオーナーの会長もサインした。藤子の身内に反乱が起きたということだな。先生はひっくり返そうとして必死よ。説得は成功したのか？うん、わかんない。でも難しそう。面白い。これうまくいけば藤子のウィークポイントになるな。江本先生も喜びでしょうね。後でまた来いよ。そうしたいけど今夜はとんぼ帰り。ちょっと外して。はい。よく聞いてね、パパ。パパはこれまで私の政治活動にプラスになることならどんな無理でも聞いてくださった。おかげで私はここまで来られた。本当に感謝してます。今度は泣き落とし。そんな声じゃ聞こえませんよ。聞こえるわよ、耳は悪くないんだから。この頃悪くなったの。パパ、私の言ってること聞こえてるよね。ああ、感謝してます。だから最後のお願い。最後だなんて縁起でもない。私だって無理を承知でお願いしてるのよ。これは乗るか反るかの大勝負。大勝？ほら聞こえてない。大勝じゃない、大勝負。私の提出してる法案が委員会で成立するかどうかギリギリのところに来てるの。時期尚早という反対を押し返すためには実現可能という実例を示す必要があるの。パパにとって五十嵐グループが何よりも大事なのは分かってます。でも日本の女性の社会的地位を高めることはもっと大事なの。私の言ってること間違ってますか？間違ってないわね。この議事録のサインは撤回してくれるわね。苦しんでるわ。もうおやめなさい。おばさまは口を出さないで。
しもし。あ、誰から？今変わります。そう、いや大丈夫だよ。あの人ね、よくかけてくるの。電話もするなと言ってあるのに。藤子さん、あの人って誰だろう。ほら、兄さんは怒ってる。こんな電話は体に毒。薬よ。さっきの嬉しそうな顔見たでしょ。話を戻しましょう。パパ、さっき私が言ったこと分かってくれたわね。お願い、このサインを。パパ、何するの。あなた、世間には父親の介護で福祉に目覚めたなんて言ってるけど、それが目覚めた人のやり方なの。ご覧なさい、兄さん泣いてるじゃないの。海外ドラマ専門チャンネル A アクション、8月のおすすめはマイケル・ベイ制作総指揮ザ・ラストシップシーズン3、さらにシーズン1、2を一挙放送。オネイアクション、一世を風靡した本格派刑事ドラマが AXN に初登場。刑事コジャック、そして CSI シリーズを毎日オンエア。ご視聴に関するお問い合わせは AXN カスタマーセンターまで。2時間サスペンス投票キャンペーン、あなたの好きな作品を教えてください。抽選で豪華賞品をプレゼント。詳しくは AXN ミステリーウェブサイトまで。 AXN ミステリー、主人公は座敷わらしと、デビュー作以来ヒット作を生み出せずにいるミステリー作家六原和樹。私が必ず書かせてみせる。いいわね。編集者の北村みなみは彼を連れ取材旅行に出かけるが、これ人間の骨です。娘さんは何者かに殺されて、たとえまで生きてた人間が一晩で白骨になるなんてありえません。また誰かが死ぬ。これ以上事件に関わるな。民族学と殺人事件が交差する1話完結型の本格ミステリー。つながっちゃった。ミステリー作家六原和樹の推理、7月28日夕方4時、全3話一挙放送。平日4時は誰もが知っているミステリードラマを日替わりで放送。名探偵アワー、7月29日月曜からはアガサ・クリスティ、ミス・マープル、名探偵ポワロ、シャーロック・ホームズの冒険、刑事コロンボ、金田一耕助シリーズ、この5人の名探偵が第1話から勢ぞろい。夕方4時の名探偵アワー、 AXN ミステリー。帰ろうか。小寺君。はい。今夜からこの本家に寝泊まりしなさい。はあ。昼夜を問わず来客をチェックして、パパの部屋に誰も入れないで。吉村社長もですか。あの G が一番要注意よ。石崎さん。はい。たけし君、東京帰るわよ。あら、たけし君疲れちゃった。はい、あんまりはしゃぎすぎたみたいで。やっぱり子供ね、そうやってると本当の親子に見えるわよ。せやからね、うん、この壁を壊してしまうやん。ほなこう部屋広う使えるやんかな、うん、この壁ダメなの。ここに太い柱がある。あ、そうや。ねえねえ、それよりもさ、この物干しを広げて、うん、で部屋にすればいいじゃない。洗濯物どうすんの。あ、
この廊下、この廊下をやね、うん、うまいこと聞こえて、うん、ここに洗濯物を干してしまうね。あいいじゃんそれ。なんか、うんうんうん、あおかえり、あおかえり、あら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 かわいそうにたけしちゃん、かわいそうなのはこっちだよ。ご苦労様言ってくたっていいでしょ。大人と子供は違うだろ。この子は遊び疲れ、私は仕事疲れ。親なら仕方ないやんか。何、私この子の親じゃないよ。だって親になるんでしょ。冗談じゃない、誰がそんなこと言ったの。会長さん、秋子さんもようやく決心したらしいって。とんでもない。会長さん、余計なこと言わないでいい加減な。いいからいいから、あんたの本心は分かってんだから。子供なんかまっぴらよ、とんでもない。これが私の本心よ。そうだね、私だって今更子供なんてまっぴらごめんだよ。だったらどうして児童福祉の人がうち見に来たりすんのよ。うちを見に。そうだよ、子供と一緒に暮らせる部屋があるかどうか調べに。アッコさんの部屋では狭いんやて。だからどうやって広げるかみんなで知恵をね。ほらこれ見て。あら、だって私が子供と一緒に暮らしたら仕事はどうなんのよ。子連れで働けるところなんて今の日本にはないからね。あんたが働きに出てる間は私が面倒見る。いいおばあちゃんになるつもり。私は、おばちゃん。私はいいお姉ちゃん。たくやってらんないよ、疲れてんのに。誰か上まで運んで。はいはい、寝ましょうか。はい、寝ましょうね。先生も優しい。でもその先生がお父様には。パパ何するの。あれはあの時かかってきた電話がきっかけだった。誰から。あの人ね。誰だろう。よくかけてくるの。電話もするなと言ってあるのに。電話もするな。でもお父様はものすごく嬉しそうだった。とても親しい人に違いない。昼夜を問わず来客をチェックして、パパの部屋に誰も入れないで、お願い。結局藤子先生はお父様の説得に失敗した。女性進出促進法案はどうなるか目が離せないね。の勤め先で子供部屋まで用意されるお宅って他にもありますか。ないですね。これなら子連れでも安心して働けますね。藤子先生のおかげです。近頃は会社や工場などでも女性従業員のために保育室を設けるところが増えてきました。家政婦さんだと同じですよ。石崎さんは養護施設のたけし君を養子になさるそうですね。いや、それは。一緒に遊んでくんないかな。うん、
けし君こういうおもちゃいっぱい持ってるんでしょう。うん、持ってる。子供部屋もあるんだってね。うん、いいな。じゃあさ、そのお部屋あやちゃんに見せてくれないかな。うん、来いよ。養子縁組許可申請書。未成年の孤児を養子にするときには養護施設の所長を後見人として家庭裁判所に申請するのよ。はあ、審査はかなり厳しいけど、とりあえず申請してみなさい。え、私そこまでは考えてない。はいでもたけし君はあなたを必要としてる。そうでしょうか。そうは思わない？はあ、あなたたけし君に必要とされてる。必要とされるということは愛されるということなのよ。愛される。そうよ、あの子は確かにあなたを愛してるわほらあの子が笑ってる。いや、たけしやりません。え、どうしたのその子。公園で会った。ダメじゃない、ここ連れてきて。お部屋を見たいって。この子が言うの？ママが言った。この子のママが？うん。お名前は？青島彩です。出てきなさい。ママに言いなさい、ここはあんたたちの来るとかじゃない。何かやったの？よその子を連れ込んだみたいで。ガキ大将になってるからな男の子女の子？女の子です。ナンパかな青島彩って子皆さんご存知なんですね。先生はその子の名前を聞いてものすごくお怒りになりました。そしてどうした？泣いてるのに外へ突き出して。たけしには優しい先生がまるで人が変わったみたいに。ママ、ここは事務所よ。先生と言いなさい。仕事があるでしょ。先生方は見えてらっしゃいます。かもしれないね。やっぱりそうだ、ママは子供をそそのかしたのね。え、そそのかすってどういうこと？なんか藤彦さんの様子も変だったし、なんか関係があるの？ちょっと出てきます。なんでしょう、私に聞きたいことって。五十嵐グループの社長会が女性役員 30% 案に反対しているって本当ですか？それはやはり実行は困難なのか、委員の間にそういう空気が広まってるんですよ。社長会の意見は決定じゃありませんそんな情報がどこから。いや、出どころははっきりしませんが、どうも意図的に広められた感じがあります。反対勢力が藤子先生の足元を崩そうとしてるんですよ。そんな陰謀は成功しません。五十嵐グループは必ず
女性役員 30% に踏み切ります。失礼いたします。それにしても誰が五十嵐グループの内部情報を。ほら、ここによく出入りしている記者でフリージャーナリストの立川っていう男がいるでしょう。ああ、よく私に嫌味を言う記者ですね。そう、あの男は大御所の江本光三先生の飼い犬っていう噂があります。立川記者ってあの時の。失礼いたしました。私の息がかかった週刊誌が3社五十嵐グループの取材を始めています。それが記事になったとしても藤子への打撃にはならんだろう。法案が委員会で否決されてもですか。あの法案には女性や労働団体の強い支持がある。国会で否決されれば非難されるのは反対した側だ。藤子には同情が集まって人気はかえって高まる。政治力の不足は露呈されます。政治力とは法案成立能力だけじゃない。もっと大事なものは大衆の人気獲得能力だ。しかし藤子の人気を落とすには。わからんのか。人間性だよ。人間性。私が絡め手をつけと言ったのもそこのところだ。弱点はあります。何度も説明したけれど、どれも山梨では名門のお嬢様です。藤彦の将来の選挙のためにもこの中のどこかと縁を結んどくことが大事。そうでしょ、あなた。藤彦は政治家になるって決めたわけでは。決めたんです。だからどこにも就職せずに私の秘書をしてるんです。だとしてもさ、結婚までそれで縛らなくても。またそんな甘いことを。藤彦の指導を私に任せてください。僕はもう子供じゃないよ。子供よ。だからあんなつまらない女に引っかかって子供まで産ませて、その始末もつけられないんじゃないの。ママが始末をつけさせてくれないんじゃないか。あなたにやらせたら将来を謝ることは目に見えてます。はい。藤彦さん、いらっしゃいますか。どちら様ですか。青島由美です。出るんじゃない。ここには来ない約束なる。ごめん、でももう限界なの。後で行くから。もう待てない。何かあったの。週刊誌の取材が。週刊誌。あなたが呼んだのね。違います。私は何を聞かれても全て否定し続けてきました。当然よ。これからもそうしなさい。今度は違います。共同取材の依頼なんです。共同取材。そんなもの応じる必要ない。でも断ればいつまでも付きまとわれ続けます。そうなったら私黙っていられるかどうか。あなたは藤彦や私を脅しに来たのね。子供まで出しにして。それは言い過ぎだよ、ママ。あなたはこの女に舐められてるのよ。こんなやり方私には通じない。よく覚えときなさい。藤彦さん、あなたもお母様と一緒なの。やっぱり逆らわないんだ。
何かあったの？藤井子さんの様子がおかしいけど。青島由美さんって方が見えたのよ。そうか、やっぱりね。やっぱりってどういうこと？由美さんついに切れたのよ、週刊誌に追い詰められて。週刊誌にってどうしてマリさん知ってるの？週刊誌にはいいネタでしょうけど。そうなのよ、由美さんはその取材にどう答えるかね。どこでやるの取材って？由美さんのアパートでしょうね。アパートに住んでるの？向島のアパート、あやちゃんと二人で。場所どこ？石崎さん行くの？いや、たけしがさ、あやちゃんのこと気にしてんのよ。あの後どうしてるのかなって。それは私も知りたい。後で詳しく話してくれる？うん、いいわよ。飛行機の便は？モスクワ経由オスロ行きの便があります。しかし出発まで時間がありません。早い方がいい。チケットを取りなさい。それからホテルの手配も。はい。すいません、2時間ほどお暇をいただきたいんですが。何のよ？たけしを連れて施設の方とお会いすることに。あ、そう、行ってきなさい。申し訳ありません。石崎です。責任感じてるんです、あやちゃんが泣かしてしまったことに。ごめん、ごめんね。たけし君のせいじゃないよ。来てくれてありがとね。ここであやちゃんと二人で。はい、私が仕事に出ているときは保育所に預けて。で、藤彦さんはここへ見えるんですか？時々藤子先生に内緒で。あやちゃん4つでしょ？知り合ったのはその頃ですか？うん、2人とも二十歳で大学のゼミで出会いました。あら、そう。じゃあ親の反対があっても結婚できる年ですよね。そうですね。でも藤彦さん、お母様には逆らえないから。あやちゃんがいるのに。立ち入ったことを伺って申し訳ないんですけど、認知はされてるんですね？必ずするからもう少し待ってくれと。それでもう4年もずるずると。あなたもう限界だって言ってたけど。私、藤彦さんを信じる気持ちは変わってないんです。でもね、これ以上世間に隠しておくことは。よくわかりますよ。で、週刊誌の取材に応じたのね。あなたはあやちゃんが藤彦さんの子だって記者さんに言ったの？先生はどう出られるでしょうね。結婚は決定的にダメになってもいいの。
でもね、あやのミンチだけは絶対勝ち取りたいの。ノルウェー首相への紹介状、先月来日の時あなたもお会いしたわね。僕がオスロへ。女性進出先進国の実情をよく見せてもらいなさい。オスロ行きのチケットとホテルの資料です。どうして急に？視察に行かせることは言ってあったでしょ。今は行けないよ、例の週刊誌の件。それがあるから行かせるんです。あなたはいない方がいい。そんな、これは命令よ。成田まで送って出発を見届けなさい。藤彦さんはどちらへ？オスロへ出張。オスロ？緊急避難でしょ。外国へ。藤子先生の命令ね。もちろんよ。それより由美さんの方どうだった？いや、週刊誌の取材であやちゃんは藤彦さんの子供だと認めた。やっぱり捨て身だよあの人。あら、マリさん嬉しそうね。だって見物でしょ、藤子先生がどう対応するか。まあそりゃそうね。藤子先生いらっしゃいますか？ご用件は？取材ですよ。事前のご連絡がないとお問い継ぎできません。そこなんとか。わざとらしい。藤子先生。記者の方ですね。どうぞ入りください。できれば藤彦さんもご同席いただけませんか？藤彦はオスロです。え？ノルウェーでは会社法を改正して民間企業の女性役員を 40% 以上に増やすという政策を打ち出しています。その実情を勉強に。逃がしましたね。逃がす？何から？我々の追及からですよ。あなた方は何を追及しようとしてんの？青島由美さんという女性の問題です。ああ。先生もご存知でしょう。名前は聞いてます。あやちゃんという4歳の女の子がいることは？その子は藤彦の子ではありませんよ。よく言うよ。でもすごい、青島由美さんは藤彦さんの子だとはっきり言ってるんですよ。その女性は嘘つきです。嘘つき？藤彦がその女性と付き合ったのは学生時代です。いわば若気の過ち、遊びです。女性の方だって他にもボーイフレンドがいたんですよ。藤彦さんがそう言ってるんですか？私は母親ですよ。藤彦のことは何でも分かってます。もしここに藤彦さんがいれば。私と同じこと言うでしょう。断っておきますが、これはあくまでも藤彦個人の問題、プライバシーです。公人である私、五十嵐藤子とは関わりありません。性の価値。オスロはカナダかな。ハキコーさん、いよいよタケシを養子にすることに決めたの？まだ決心つかないんだってこの人。なんでやの。せっかく藤子さんが親身のって勧めてくれたはんのに。その藤子さんが信じられなくなったんだってね。息子さんの恋人問題で？それはそれ、これはこれだろう。そうやそうや、大事なのはアッコさんがタケシをどう思うかよ。本心はどうなのよ、アキコさん。必要なのかもしれない。必要？藤子先生がおっしゃったタケシは私を必要としてるって。それは言えてるね。さすがにええこと言わはるわ。でもね、必要なのは私の方かもしれないよ。私の方？あきこさんにたけしちゃんが必要ってこと？
何日かたけしと暮らしてみて振り回されてうんざりすることもたくさんあったけど、でも楽しかったよ。こんなに張りのある毎日なんて長いことなかったから。もし今夜たけしがいなくなったら寂しくて寝られないかもしれないね。テープレコーダーどこから持ってきたの？藤子先生からもらった。もし今夜たけしがいなくなったら寂しくて寝られないかもしれないね。やだ。日本家行ってなさい。はい。ミーティングは2時間で終わります。その間金子おばさんをしっかり見張んのよ。はい。金子おばさんを見張るって監視役の地元秘書の代わりをしろということ。サユさん、あの元気な坊やちゃんは？はい、今日はあの養護施設に行事がありまして置いてまいりました。それは残念ね。会えるのを楽しみにしてたのに。あの今日は大旦那様、お加減はいかがですか？ええ、今日はとても具合が良さそうよ。どうですか？石崎さん、金子おば様がこれをあなたに言って。あら、印伝の革財布、こんなお高いもの。何これ？もうすぐある人が見えるけど、それを藤子先生に言うな。ある人って？それも聞くな。
しえさん、車でこちらに向かってます。吉道さんもご一緒ですって。 そうか、吉道も来るのか。男の子様。お子様って言ってももう30近いけど。じゃあ藤子先生の腹違いの弟ね。先生はもう何年も会ったことがないと思う。認知にも絶対反対してる。認知反対は藤彦さんのお子さんに対してだけじゃないんだね。認知は父親だけでできるけど、藤彦さんもお父様も藤子先生の反対を押し切れない。あ、そう。では20日の16時でいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それを皆さんに。ついてるはずなのに。私ちょっと見てきます。ねえ、もう1時間近くも遅れてる。先生のミーティングは2時間、あと1時間しかありませんね。ささやかな家庭料理だけど。遅かったじゃありませんか。すいません、交通事故で道が混んでしまって。本日はご連絡ありがとうございました。時間がないの、挨拶はいいから。やっと旦那様にお会いできると思うと私も嬉しくて嬉しくて。あ、待ちかねてましたよ。先生が。いつも陰ながら応援してますよ。吉道です。10年ほど前にお会いしましたね。藤子さん、私たち失礼する方が良さそうですね。お兄さん楽しみにしてたのに。残念ですけど、またの機会があるでしょうから。その時はよろしくお願いします。初めてじゃないわね。何度も来てるのね。来られるわけないでしょ、あなたの監視が厳しいのに。娘として当然の処置です。何が当然よ。もし兄さんが元気ならいつだってあの人たちと会えるのよ。それなのにあなた動けなくなった父親を囲い込んで会いたい人にも会わせなくしてしまった。兄さんが今一番気にかけてるのはあの吉道さんの認知の問題よ。認知なんてとんでもない。
認知なんかしたら私が親子の縁を切る。あなたそう言って兄を脅し続けてきたわね。それがどんなに兄を苦しめているかあなたわからないの？苦しめられたのは亡くなった私の母親と私よ。パパの妹のおばさまにはわからないでしょうけどね。先生の気持ちもわかるけど、でも生まれた吉道さんには罪はない。ここはパパとママと私の家よ。いくらおばさまだって勝手な真似は許さない。飯田義恵、義道親子はママと私の敵よ。敵の味方をするならこの家から出てって。私が出て行ったら誰が兄さんの世話を？付き添い看護師でもホームヘルパーでも頼める人はいくらでもいます。おお、やっと来たか。なんだお前か。私ってがっかりした？そんなにあの人たちに会いたいの？会いたい。会わせてくれよ。元気な時のパパはママや私の気持ちなんか無視して大いばりで会ってたわね。ママはもういないけど気持ちは私が引き継いでる。だからどうしても許せないのよ。わしはもう長くはない。心残りはそれだけだ。頼む、根性の願いだ。根性の願い？根性の願いって吉道の認知問題ね。うんうん、パパにそこまで言われては私もこれ以上反対できない。本当か？本当に吉道さんは敵とまで言ってるのに。その代わり私にもお願いがあるの。五十嵐グループの女性役員問題だけど。ああ、交換条件。女性役員を3割以上とする規約改正に代表取締役会長としてサインしてください。これにサインすれば吉光の認知を認めてくれるのか？認知はパパ一人の意思でできることだから、もともと私の反対には無理があったのよ。ああ、もっと大きな声で。パパがこの書類、女性役員を3割以上にする規約改正に代表取締役会長としてサインしてくだされば、私は吉道の認知に反対しません。Nミステリー、雑誌記者の三上雄太が取材を通して事件の真相究明に乗り出す。話してくれませんか？水谷豊主演の人情派ミステリー。僕は権威ではありません。ただ真実が知りたいんです。事件記者三上雄太、一挙放送7月28日日曜夜9時30分。AXN ミステリー、8月12日は一日丸ごと金田一耕助、犬神家の一族、八つ墓村など視聴者が選んだエピソードトップ10を一日丸ごと使って一挙放送。金田一耕助の名推理を存分にご堪能ください。一日丸ごと金田一耕助、8月12日月曜朝6時。
2時間サスペンス投票キャンペーン、あなたの好きな作品を教えてください。抽選で豪華賞品をプレゼント。詳しくは AXN ミステリーウェブサイトまで。平日夕方4時は名探偵アワー、火曜は名探偵ポアロ。灰色の脳細胞は今日は冴えてます。ミステリーの女王アガサ・クリスティが生み出した世界に名だたる名探偵。ここでひらめきの探偵にも訪れます。名探偵ポアロ、7月30日火曜夕方4時スタート。 AXN ミステリー。突然ですが、こちらの女性いくつだと思いますか？50代？60代？正解はなんと70歳です。こちらの女性の若々しい張りと透明感の秘密はこれ、ヒト幹細胞培養液配合ヘルシアラムールオールインワン美容液。本当にこれいいんですよね。びっくりしました。とっても使いやすいし、肌にすごく浸透していくんですね。スーッと入っていって、あとツヤ感も出るし。ヒト幹細胞培養液とは、加齢による肌トラブルを根本から改善する効果が期待されており、美容先進国アメリカで1兆円市場とも言われている美容業界でも大注目の成分なんです。とっても良かったです。驚きました。これ1個でいいっていうのがとってもいいですね。白くなったような感じがするんですね。もっちり感も出てきたし、ハリが出てきたかなって思います。今までの面倒なスキンケアは一切不要。メルシアラムールなら1本で OK なんです。さらに初回のご注文から継続してお使いいただいている方はなんと 85.1%。 このヒト幹細胞培養液配合メルシアラムールオールインワン美容液、通常価格1本4500円なんですが、定期便初回限定価格なんと半額の2250円。2250円。さらに送料無料でお届けします。嬉しいです。年より若くね、見えるっていうことはすごい嬉しいですよね。ずっとなんか使いたいなっていう、はい、美容液です。一番幸せです。お申し込みは0120-061-013、 0120-061-013。 あなたも変われるチャンスです。吸いだめできるといいな。あら、こんなとこに。お店まだですか？構いませんよ。どうぞお入りください。いつでも空いてるようなお店ですから。お二人でやってらっしゃるんですか？親子で気ままに。店というほどの店ではないんです。いいですね。こんなお店なら私もやりたい。お食事ですか？ええ、東京に帰る前にお夕食を。うちはほうとうが売り物なんですけど。いただきます。それとおビールを、小さいのがあれば。はい。どうぞ。東京からですか？五十嵐藤子先生のお供で。え？ご本家の前でお目にかかりました。ああ、そういえば。私たちぼんやりで気がつかなくて。藤子先生は車でお帰りになったんですけど、私は残らせていただいたんです。町見物に？いや、というよりはこちらに伺いたくて。
お旦那様もこのお店はお気に入りだったでしょうね。はじめはよせって言われたんです。でもよくカウンターに入って手伝ってくれたね。私たちの料理がお口に合わなかったのよ。うちの献立は教えていただいたものばかり。僕の報道も親父仕込みですよ。親子三人で家庭料理を。大旦那様お幸せだったでしょうね。でも私たちは影の人間です。あちらにはれっきとしたご家庭がおありだから。どうぞ。これが本当。いただきます。あちらの奥様は10年前にお亡くなりになったんでしょ。でも私たちの立場は変わりません。藤子先生がいらっしゃるから。いいえ、私は承知の上でこうなったからです。吉道さんもそれでよろしいんですか。それでとは。例えば認知とか。ああ、それはどうでもいいんです。藤子さんが僕たちを憎む気持ちはわかる。あの人と争うつもりはありませんよ。藤子先生は認知に反対しませんよ。そんなことありえないですよ。でもそうなんです。藤子先生があなたにそうおっしゃったの。いや、そういうわけでは。ではどうして。だってそれが自然の成り行きでしょ。誰が考えたって当たり前の人の道ですよ。いや、信じていいんですよ。私それが言いたくて。余計なおせっかいかもしれないけどここに来たんです。立ち聞きしたから間違いないとは言えなかったんだね。自然の成り行き、人の道、うまいこと言ってごまかしたわけだ。それにしてもわざわざ訪ねて教えてあげるなんて親切なことやんか。だってあの親子おっとりして本当にいい人たちだったから。本当におっとりしてるよね。認知はどうでもいいなんてね。おっとりすぎだよ、うん、父親は大財閥なんだろ。認知されてれば遺産もらえるんだろ。誰でもそう考えるわな、うん、父親は死にかけてはるやさかいに。いや、そこなんだよ。藤子先生が遺産問題も含めて認知に反対しないと言ってるのかどうか、うん、そこんとこはちょっと腑に落ちない。腹違いの弟はおっとりした人だから、うん、遺産は要求しないんじゃないか。いざとなれば要求しますよ。誰だって欲はあるんだから、うん、いずれにしたがで揉めるわな。藤子先生にとって女性進出法案の成立の方がより大事だ。政治家としての使命感が個人的な感情に勝ったってわけ。というよりはやっぱりこれは明子さんが言ったように自然の成り行き、人の道、いずれはそうなることだったんじゃないか。人の道についてはもう一つあるんだよ。藤彦さんの娘のあやちゃん問題。あやちゃん、あやちゃん。あしゃあちゃんって好きなのかな。うん、おいら好き。ねえねえ、僕ほらはるみちゃんのうんこ見てきて。あ、ね、新聞で撮ってね。そのあやちゃんにも認知問題があるんやね。藤子先生はあやちゃんが自分の息子の子じゃないと言ってる。どういうことに相なりますか。人のことよりあんたとたけちゃんのことどうなるのよ。それはもうここまで来れば養子にする。やっと決心したよね。ところがさ、そう簡単にはいかないようなんだよ。何がいかないの。今日あの子迎えに施設に行ったらね、うん、この養子縁組は難しいだろうって。難しい？どういうことよ。あんたも年は年だし、たけしも一癖ある子だし、これはうまくいかないんじゃないかってことじゃないの。そんなバカな。私とたけしはうまくやっていける。だって私がたけしのこと一番よく知ってんのよ。もしもお役所に行けないって言われたら。こっちには五十嵐藤子先生がついてるのよ。
国民のための政治改革を旗印に挙げてる代議士さんが。大丈夫よ。そもそも代議士とは何ぞや。よって次郎ごとく国民の代表にして、そして国民に代わって国民のための政治をする人である。ねえ、もうちょっと小さい声で言ってよ。これダメだ。政治改革はほど遠いね。おいら聞いてる。えらい、たけし、あんたが日本の将来を背負っていくんだよ。頑張れ。出身母体である五十嵐企業グループが女性役員を 30% 以上にするという会社規約の改正に踏み切りました。外国、特に北欧ノルウェーなどには政治主導で同様の制度を進めている例はありますが、日本では珍しく全国に先駆けての大英断と言えるでしょう。まだまだこれはほんの小さな一歩です。でも企業も社会もその気になればできる。ささやかな一歩が大きなうねりとなることを期待します。女性進出促進法案の委員会通過が濃厚なものとなってきました。藤子の父親は会社規約の改正に反対していたのではないのか。はい、どうやって説得したのか記者たちも不思議がっています。あの女ならやるさ。この件は勝負手にならないと言ったろう。となるとやはり絡めてから。藤子の息子の恋人と子供問題はどうなってる。ご報告したように藤子が息子の子ではないと断言を。大した度胸だ。肝心の息子はどうなんだ。ノルウェー出張が続いていて連絡が取れません。失礼します。藤彦さんが帰ってきました。何、藤子の命令で。いえ、先生は当分帰るのと。その命令に背いて突然帰ってきた。はい、乾杯。乾杯。これで女性進出促進法案の委員会通過は間違いなし。養子里子制度改革も大丈夫です。両先生と皆様のおかげです。これからも頑張りましょう。頑張りましょう。いつ帰られたんですか。ここで伺いたいんです。詳しくお帰り、報告はうちで聞きます。あの、ただいま帰りました。藤彦、あれほど帰るなと言ったのに。しかしマスコミはあなたのコメントを待ち構えてる。その餌食になりたいの。由美から電話があったんだ。お城に。あなたが居所を教えたのね。僕だって由美や綾と話したいよ。それはまあ自然な感情だが。それを断ち切りなさいと私は言ってるんです。由美はママが、綾は僕の子じゃないと言ったことにショックを受けてる。
当然の気持ちだろう。あなたは一体どっちの味方なの？これはさ、敵とか味方とかいう問題じゃないよ。ユミはね、僕に対して綾の認知を求める訴訟を起こすというんだ。訴訟？訴訟ってなんだ？僕との結婚は諦める。だが子供のことだけは譲れないというんだ。その通り。うん、そう来るのは計算のうちよ。認知を求める訴訟、いいでしょう。受けて立ちなさい。僕に否認しろというの？当然よ。私は天下に対して藤彦の子じゃないと公言したのよ。裁判で争って勝てると思うの？無理だろう。遺伝子の鑑定だってあるだろうし。私はもう腕のいい弁護士に研究させてます。遺伝子鑑定が法廷で 100% 取り上げられるとは限らないし、長い時間がかかる間には情勢も変わってくる。あくまでも強気だ。うん、立川さん、僕にはそんなことはできない。法廷で嘘は言えないよ。法廷で嘘をつけば偽証罪になる。嘘をつけとは言ってません。由美さんは学生時代他にもボーイフレンドがいた、これは確かな事実よ。由美は他の男の子供を僕に押し付けるような女じゃない。黙りなさい。あなたは由美さんとママとどっちが大事なの？政界に私の足を引っ張ろうとしてる人たちが大勢いることはよく知ってるでしょ。この件で私の人間性が問われたら政治生命に関わるのよ。たけし、包丁持ってると気をつけなきゃダメだよ。立川さん、今の話を聞いたのね。あなたが上がらせたのね。いやいや、勝手に上がり込んだ。見えすいた嘘をよしなさい。あなたたち二人は選挙区のホテルでも密会してた。関係は分かってんのよ。取材ですよ。こんな汚い手段の取材が許されると思うの？今聞いたことを記事にしたら、私は二人の関係を公表します。あなたは懲戒免職。今日中に私物をまとめて退去しなさい。負けたね。先生の方が一枚上だった。いずれクビになることは覚悟してた。でも記事にできないってのは悔しいね。藤子の人間性をつくには絶好のネタなんだが。逆にあんた方の人間性をつかれてしまった。先生は敵と見た人間は絶対許さない。石崎さんも気をつけた方がいいよ。気をつけますけど、ここまで知った以上はこのままでは済まない。マスコミに話してくれるか。だったら僕が相手を紹介しよう。私はジャーナリストじゃありません。ただの家政婦、普通の人間よ。普通の人間なら何をする気？たけしに聞いてみるわね。たけし、あやちゃん好き？好き。うん、じゃあ行こう。藤子先生は訴訟は受けて立つっておっしゃってます。私も後に引くつもりはありません。でもね、裁判なんて悲しすぎる。あやちゃんがかわいそうじゃありませんか。でももう他に残された資産はないんです。うるさい。4年も藤彦さんを信じて待ってらしたんでしょ。だったら最後にもう一度だけかけてみませんか。かける？そう、かけるって何にかけるんですか？藤彦さんの気持ちにですよ。私とたけしに任せてください。はい、職場における嫉妬じゃありませんね。ああ、はいはい、はい、藤原氏自己事務所です。はい、それでしたらこちらから。あ、すいません。はい、はい、こちらからじゃあ後ほどお伺いします。はい、はい、すいません。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。
武志、私の子になるか。なってやるよ。こいつもう私たけしを養子にします。それはおめでとう。ずいぶんためらってたんですけど、私をその気にさせてくれたのは藤子先生なんです。ママが。はい、先生私におっしゃいました。たけしは私を必要としている、必要としているってことは愛されてることなんだって。愛されてる。そう、その言葉を聞いたとき私気づいたんです。必要なのは私の方かもしれないって。僕も綾を認知するよ。先生が反対なさったら。家を出て由美と暮らす。どうしてその子がここにいるの。私がお連れしたんです。出過ぎた真似よ。首は覚悟してます。ただ一つだけお願いがあります。お願い。何を厚かましい。たけしの養子問題なんです。養護施設は許可が難しいって言ってるもんですから。私にはもう関係ない。でももともとは先生が勧めてくださったことなんですから、有力者の先生のお口添えがあれば。私は裏切った人間は絶対に許さない。あなたも同じよ。私から離れてあの女と子供のとこに行くなら将来はないと思いなさい。山梨から連絡があった。何かあったの。お父さんが危篤だ。医者が子宮筋浸水に知らせるようになった。親を騙したのね。人聞きの悪いこと言わないでよ。私が同意した証拠がどこにあるのよ。ああ、もっと大きな声で。パパがこの書類、女性役員を3割以上にする規約改正に代表取締役会長としてサインしてくだされば、私は吉道の認知に反対しません。何これ。パパがこの書類、女性役員を3割以上にする規約改正に代表取締役会長としてサインしてくだされば、私は吉道の認知に反対しません。クビにした家政婦が何しに来たの。たけしがいただいたテープレコーダーをお返しになりました。いつの間にかこんな声が録音されてましたけど。私は吉道の認知
置に反対しません。どうぞ。吉道さんはお父様に最後のお別れをしたいとおっしゃっています。パパはそんなこと望んでない。そうでしょうか。吉道さんの認知が最後の心残り、根性の願いだとおっしゃってましたけど、それもテープに。はい、入ってます。根性の願い、それは人間として自然の気持ちじゃないでしょうか。吉道さんは認知はどうでもいいとおっしゃってます。でも根性の別れだけはしたい。それを叶えてあげるのが人の道だと思いますけど。家政婦の説教なんか聞きたくない。そうですか。じゃあお父様の声を。わしはもう長くはない。心残りはそれだけだ。頼む、根性の願いだ。止めなさい。止めなさいって。お別れを止めて。吉道さんが来ましたよ。父さん、父さん。わかった、わかったのね、兄さん。おじい様。お父さん、藤彦の娘の綾を認知するそうですよ。父さん、兄さん。